はい、皆さんこんにちは、やすさんです。今日はね、久々のおうちロケになります。今日はですね、うちの奥様のお誕生日ということでですね、プレゼントを用意しました。そのプレゼントはですね、ダイソンの掃除機になります。今日はね、お家でね、まあちょっとしたパーティーっぽいことをしようと思うんですけども、まあ当然プレゼントは何かは伝えてませんので、まあいきなりダイソンの掃除機を出して、まあ、どのような反応になるのかを見てまいりたいと思います。購入したのがね、こちらのねダイソンの掃除機になります。ちょっとね、あんまりね品番とかよく分かってなくてね、まあ、あの公式サイトの、まあ、ちょっとお安くなっている分で購入しました。まあ、お安くなってるって言ってもね、それなりの値段をしましたけどね。さあ、これでね、喜んでいただけるでしょうか。はい、楽しみです。そう、いただきます。うん、それ何食べたん？あ、中トロ？うん、食べてもいい？え？うん、これ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 、なんでこれになったら小さくなるかもしれん。これはわさび。ママあんまつけへんよ。うん、きれい。はじけておいしい。どうですか、ツオ。お誕生日おめでとうございます。バースデートゥーユー。なんて歌わんの。こんなこと垂れてるの何。ハッピーバースデートゥーユー。あかん、これ食べた。食べたらあかん。食べたよ。ハッピーバースデートゥーユー。食べてもいいやる。いけるよ。食べれるん、これ。食べられる。抜ける。抜ける。服たくちゃん、服一緒に。はい、はい、ミッシェーノ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 。ちょっと電気つけて。あんこ入ってる。買った。わー、それ僕絶対ないわ。僕の、僕の、僕の。おー、来た。おー、でかすぎるね。でかいけど美味しそう。あっ、食べた。これもらったわ。バカバーン。でかいでいい、ほら。ブワーン。なになにその効果音。いただきます。めっちゃ大きいね。すごいやん、これ。でかいで、ほら。あんこ入ってる。出して。ね。誕生日おめでとうございます。何それ。え、プレゼントでございます。何それ。はい、めっちゃ出ない。何これ、めっちゃ重たいし。何これ、正直。何これ、正直か。何これ、何これ。これ僕やで。もうダイソンやん。掃除機やで、掃除機。これ僕が買ってあげる。僕の自分の、あのママからもらった。買ったん。うん、買った。お兄ちゃんが違うパパが、パパがくれてありがとう。パパがママに買ってあげたやつ。違う、プレゼント。違う。何が違うの。僕の1000円で買ってあげる。はい、僕の1000円で買ってあげる。僕は中古で買ったやつ。すげえ。おお、100円ちょうだい。すげえ、ママアプリすごいね、パパ。限定特典を受け取りましょうって。ちょうだいちゃうよ。すごいね。これちょっと後でやな。後でやね。うん。はい、ということで、誕生日に嫁にダイソンの掃除機を買ったらどんな反応をするかを撮ってみました。ありがとうございました。じゃあまた早速使ってみたいと思います。